すみません。経済政策についてお尋ねしたいんですが、アベノミクスの時にトリクルダウンということで、いかにもそうなりそうだなというのが、実際にはまあそうならなかったというのが今の結果だと思うんですが、先ほど消費税を撤廃すると、企業も、投資をするだろうというお話があったんですが、実際庶民の感覚で言うと、じゃあ1年後に、消費税なくなるなら、車買うのをじゃあ来年にしようとか、土地を買うのは、マンション買うのは来年にしようということで、瞬間的にこう消費落ち込むと思うんですけれども、そういう時に、時のまあ回復していくシナリオっていうのはどんなふうにお持ちなのかっていうのをお聞きしたいと思います。ありがとうございます。まあ要は消費税を1年先に廃止にしますって言ったら、じゃあ消費税廃止された方が、廃止された後に買い物した方が得じゃないか、特に大きな買い物はってことですよね。それによって一時期ちょっと需要が冷え込む、物が売れないみたいな状況ができるんじゃないかというご心配ですね。私はその心配はしなくていいと思ってます。どうしてかって言ったら、消費税の減税なんてすぐにできる話だからです。1年先まで待たなくていいってこと、それが最終的な結論としての答えです。一方で、例えば1年かかるとして、その間の1年冷え込むじゃないかってことが問題になるってことはたまに聞かれますよね。買い控えが起こるじゃないかって。でもちょっと待ってくれよって、消費税上がった後の買い控えについてなんで物言わないんだって話なんですよ。要は消費税上がったら確実にみんな物を買うのを抑え出すんですよ。だから経済悪くなるんです。消費税上がるたびにこの国の経済は不安定になってるんですよ。個人消費落ち込み続けてるんですよ。それを考えたときに、消費税を下げるということを宣言してしまってから、実際にそれが実行されるまでの間の消費が冷え込んでしまうということは心配するのに、今までやられてきた消費税増税に関して、その後に消費が冷え込み続けてて日本経済悪くなってるっていう、この現実に対してどうして心配しないのっていう。通じてますか？もしもし、私はここにいますよ。まあ、そういうようなことだなっていうふうに思うんですけれども、じゃあ、消費税を下げるっていうことに関して、否定的な人たちがいるんですよ。否定的な人。どんなこと言ってるか見ていただきますね。消費税減税には時間がかかるんだよ、ということをおっしゃる方々いらっしゃいます。どんな顔ぶれでしょう。こっちです。岸田さん、自民党幹事長。で、立憲民主党の幹事長。岸田さん何と言ってるか、消費税についてはこれ引き下げるということになりますと、これはシステムの変更はじめ大きなコストとしてその期間が必要になります。で、機動的にこれ消費税を動かすというのは過去の経験からしても難しいっていうふうに言ってるんですね。減税しようとしたことあったっけ。で、茂木幹事長、消費税を引き下げると言っても実際の準備期間を考えると半年以上、多分1年近く導入にはかかってしまうって言ってるんですね。で、次、立憲民主党、物価高対策としての消費税の減税というのは考えられないと思います。つまり所得税の減税と同じように時間がかかりますってことを言ってるんですね。本当かねって話なんですけど、答えこちらです。世界では消費税、付加価値税と呼ばれるようなもの、どれぐらいで減税してますか。私たち政府は消費税、付加価値税的なものを減税しますという宣言が行われてから、実際に街の中でそれが運用されるまでの期間どれぐらいでしたかってことを国会図書館で調べたらこうなりました。イギリス7日でやりました。ドイツ28日でやりました。アイルランド23日、マレーシア16日。こんな話なんですよ。さっさとやれやだと思いません？1年先っていうことは必要がない。買い控えがって、これぐらいの買い控えだったらいいんじゃないですか。私はそう思うんですよ。でね、ちなみになんですけど、それって、例えばだけど、税率が細かかったりとかしたら、減税しますっていう税率が細かかったりとかしたら、結構そこに対応するの大変なん違うのって心配する人いると思うんですけど、イギリス一番上、7日でやりましたよっていうのは、付加価値税、日本の消費税的なものが 20% から 5% に下げるという作業で、発表から実施まで7日ですよ。ドイツは28日と言いますけれども、19% を 16% に落としたり、
あと軽減税率として 7% の扱いのものが 5% にしたりとか、むっちゃよこしい。それでも28日でやってるんです。アイルランド23日、これは 21.5% だったものを 21%、 0.5% だけ下げるねっていう、これもまたややこしいですね。こんなことも23日でやってるし、マレーシア、これ 0% にしますっていう。私たちと一緒じゃないですか。何日でやってんの？16日ですよ。じゃあ先ほど言ってた人たち、一体何なんですかってことですよ、この者たち。はい、引き下げるということになりますと、これはシステムの変更をはじめ大きなコストと、そして期間が必要になります。総理で幹事長、自民党、実際の準備期間を考えると半年以上、多分1年近く導入にはかかってしまう。立憲の幹事長、所得税の減税と同じように時間かかりますって、こいつらやる気ないだけですよ。どう思います？さっさとやれよなんですよ。国内の状況分かってんのかってことですよ。だから何が言いたいかってことなんだけれども、これだけ貧困が拡大してて、国の経済が30年以上停滞してるってことの現実、地獄を作り出したっていう間抜けな奴らが、いまだに現状を顧みず、減税することさえも決めないっていうような貴族なんですよ。これは自民党だけのせいじゃない、野党にも責任がある。わかるでしょ。だから自民党から立憲にっていうような政権交代が起きたって、ちょっとだけマシになるだけ、私はそれはあった方がいいと思うんですよ。政権交代してちょっとだけマシにする必要はある。だからといって安心できるもんじゃない。ほとんど自民党と変わんないんだから、やってること。それを思ったとしたら、やっぱり政権交代した後も今自民党を監視し、みんなでプレッシャーをかけてるってことも、次の政権与党に対しても同じように取り組んでいかなきゃいけないなっていう思いです。で、共闘するんですか次の選挙でって話だけど、共闘できるわけないやん。海外武器輸出、共同開発、国内の、軍事、様々な武器製造拡大みたいなことにも賛成しちゃってるんですよ。で、しかも経済に関しても音痴ですから、今の野党で共闘して一体何を求めるんですか、将来に。無理ですよそんなの。私たちは私たち単独として戦っていきながら数を増やし、その時の政権がどこであったとしても必要なことをしてくれない時にはそれを揺さぶっていくってことが私たちの仕事だと思ってます。そういうことです。ありがとうございます。さあ、すいません、憲法9条のことなんですけども、連合国憲章の中に敵国条項というのがありますね。それがある中で軍拡種敵基地攻撃能力を入れるのは自殺行為だと思うんですが、どう思われますか？すいません、ありがとうございます。憲法9条ではなくて国連憲章ですね。国連憲章というものが実在しない、どうしたらいいかな。ちょっとそこら辺はっきりさせるように調べてもらえる？ちょっとマイク渡してあげて。国連の、国際連合の英語表記を出してもらえばすぐ分かると思います。すいません、それは訳し方の問題とかそういう話ですかね。はい、だったらちょっとややこしいので話一回おかしてください。ごめんなさい、そこが重要なポイントだと私は思ってないので、今話されている中で今あなたが質問してくださった中で重要な部分は何かというと、今の日本の軍拡だったりとか、この外交姿勢というものを考えたときに、このある意味で世界的に決められている憲章の中で敵国という扱いになっている状態で、そういう拡大をしてしまうことはリスクであるよねというお問い合わせでいいですよね。ありますけど、もう一つは洗脳教育に入ってきます。あ、ごめんなさい、それに関してはさっき質問していただけなかったので、洗脳教育って言葉は出てこなかったので、何の話をしているかって言ったら、ご質問いただいたことの中の一番ご関心部分っていうのは、敵国条項があるのにこれだけの軍事拡大をしていくことはかなりリスクだろうっていうことが一番の問題で、ご関心ってことでいいですよね。そうです、はい、広げないようにそこでちょっとお話をさせていただきたいと思います。まあ、国連憲章を何と呼ぶのかということに関して訳し
方だったり様々な部分にっていうことに関してはもうそれはもうそれぞれお調べください。私たちもそれをちょっとそういうような観点もあるのかということをちょっと改めて知りたいと思います。ありがとうございます。それは置いときます。でお話しされてることは何なのかってことなんですけど、ごめんなさいね、国連憲章っていうのは国連憲章ってものはないっていうような話はまたややこしいので、それはちょっとここでは持ち出さないでください。はい、各自それ調べてください。私たちも調べます。で国連の中で憲法みたいなものが存在する、これが国連憲章だと言われるもので、この国連憲章の中には、戦争に負けた国々がしっかりと鎖で縛られてるというような条項があるわけですよ。戦争に勝ったその国々が作ったのが国連、それが常任理事国のメンバーですよね。一方で負けた国々は敵国扱いされてますという条項、旧敵国条項っていう部分出してありがとう。でかいつまんで説明するとこういうことなんですってことなんです。第二次世界大戦中に連合国の敵国であった旧敵国が侵略行為またはその兆候を見せた場合、安全保障理事会の許可なしに軍事的制裁を加えることができる。つまり何かというと、日本が重武装化、何かしら不穏な感じで軍事を拡大していくってことになったとして、周辺国が日本がまたこれ侵略するために準備を始めてるんじゃないかっていう判断をした場合に、日本を攻撃しても国際法違反になりませんよっていう話なんです。でこの敵国条項、旧敵国条項っていうふうに該当する国は日本以外にもドイツだったりとか他にも国はあるってことなんですけど、でここで問題とされることは何かっていうと、今日本が43兆円ものお金をかけて、先ほどから言ってる通り軍、兵器の、ローン払いも含めた60兆ぐらいのお金を軍拡に使うってことがもう決まってんですよ。今までよりももっと飛ぶミサイルを手に入れて、もっと飛ぶミサイルを国内で製造しようっていう体制に入ってるんです。それをこれを見たときに一体どうなるでしょうかってことなんです。でね、国が言うのは私文化してますって言うんです。要はもう昔の話すぎるからこんなもの効力持たない条文なんだってことなんです。でも違うんですよ。だったらちゃんと削除させなきゃダメなんです。1990年代の最初の方とかはこのことに関して日本政府も意識があったんですね。だから国連の中でこれを削除するという約束を取り付けてるんですよ。削除していこうと、近い将来にこれを削除に向けて動いていこうねっていう確認は取ってるんですけれど、そっからほとんどもう放置プレイなんです。これもう放置されたまんまなんですよ。で削除しないことにはこれは生きてることになりますよ。当たり前じゃないですか。だから削除しようってことを日本政府が望んだわけですよ、過去に。でじゃあこれを削除するためには一体何が必要ですかってことなんですけど、先ほど言いました、こういった国々も賛成しなきゃダメなんです。中国、フランス、ロシア、イギリス、アメリカ、常任理事国、この国々が今の日本の軍事拡大、アメリカと一体になって中国との間に緊張を作り出すっていうことに関して、じゃあこれ削除しようぜっていう話になるかさ、ならないですよ。逆に言ったらこの足かせ、先ほどの足かせ、あの条文が残り続けてる限りは日本はかなりのリスクを背負って今軍拡に歩み出しているってことを多くの国民が意識しなきゃダメなことなんですけど、テレビ新聞言わないんです。国会で質問したとしても逃げ続けるんです、外務省は。ここが本当は一番のアキレス腱だからなんですね。でテレビ新聞がどうしてここに言わないかって言ったら、その軍拡っていうもの自体がこれある意味での一部の関係者にとってはこれ景気浮遊策なんですよね。浮遊策なんですよ。こう上げていくっていう特需になっていくわけですよね。企業が儲かることはブレーキかけないですよ。だって自分たちが広告宣伝費としていろんなものもらえるわけだから、一体なんですよね、マスコミも。そう考えるとかなりヘビーな問題だなと思うんです。そこにちょっとご関心があって、これがまずくないかってことでよろしいですか、感覚的には。ありがとうございます。でじゃあどうすればいいんですかってことなんですけど、これはやっぱり今日本が進んでる道っていうのはかなりやばい。逆に言ったら自分たちからやってくれって言われるぐらいの脇の甘さだと私は思ってるんですよ。向こうに口実与えてんじゃないかって。でこれが非常に危ないなと思うのは、ウクライナに関して日本があんなに遠く離れたウクライナに対してヨーロッパの問題に対して自分たち首突っ込んでるでしょ。で一緒に経済制裁やってるじゃないですか。
でも日本は目の前にロシアがあるんですよ。ああいった軍事侵攻は許さないっていう批判は当然必要だけれども、ロシアと敵対するような関係になっちゃダメなんですよ。それが外交でしょ。で、このロシアの戦争、ロシアとウクライナの戦争をアメリカは止めようとしませんよ。さっきも言ったけど、どうしてかって言ったら武器売れるからですよ。これまでで一番武器売ってるぐらいですよ。だから停戦を提言したりとかしないわけですよね。で、あれだけの虐殺続けてるパレスチナだって、国と国との戦いみたいな報道になってくる。違いますよって、あれ。事実上一方的な虐殺ですからね、あれ。殺しまくってんですから。この数年の間に行われた様々な虐殺を上回るだけの子供がこの数ヶ月の間に殺されてるんですよ。一方的ですよ、そんなの。それに対してアメリカはイスラエルに対して最大の軍事支援してるわけですよね。お金渡してるわけでしょ。でもそこでやめろとかっていうことを決定的なこと言わないって。どうしてですかって言ったら、公然これビジネスだからだよって。金儲けなんだよ。戦争って。どこに正義があるかっていうことを何かしら決めるための戦いじゃないんですよ。そんなものはありえない。ここに関して日本が次のウクライナになるんじゃないかみたいなこと煽ってるわけですね。で、アメリカに行ってわざわざ次のウクライナになるかもしれないとか、アメリカと一体であるとかっていうような言い続けるっていう、うちの総理ね。うちのって認めたくないけど。本当頭が痛いというか、大変な問題だと思います。なので、こういった今軍事拡大路線という部分は自民党だけじゃないんですよ。立憲民主党も一緒だから。それを考えたときに、やっぱりそれ以外の軸が強くなる以外ないんですよ。やっぱり令和の人数を増やしていきながら野党の中にも緊張感を持たせて、やはりそちら方面に触れないような引き戻しっていう部分をやっていかなきゃいけないなっていうふうにも思ってます。すいません、そんなところです。ありがとうございます。